川崎重工業川崎重工業ガスタービン、機械カンパニー。川崎重工業ガスタービン、機械カンパニーは、川崎重工グループの中核会社、川崎重工業にかつてあった社内カンパニーで、産業用ガスタービン、ジェットエンジン部品、ヘリコプターのトランスミッションを製造する、ガスタービンビジネスセンターと、白用推進機械、エネルギー環境分野の設備を製造する機械。 ビジネスセンターの2つのビジネスセンターから構成されていた。2018年4月1日、航空関連分野、エネルギー関連分野について、事業分野に沿って3カンパニーを2カンパニーに改変されたことに伴い廃止された。航空エンジン事業は航空宇宙カンパニーと統合し、航空宇宙システムカンパニーに、白用推進機械、エネルギー関連事業は、 プラント、環境カンパニーと統合し、エネルギー、環境プラントカンパニーとなった。航空機エンジンタービンの研究、開発、製造部門。多数の国家プロジェクトにも参画するとともに、明石工場には、我が国ジェットエンジン発祥の地の記念碑もある。前身は、航空宇宙カンパニーと同じく、大日本帝国陸軍の専属メーカーとして、戦闘機などを開発。 製造していた川崎航空機。自衛隊向け戦闘機 F-15 のエンジン F100 のアフターバーナーモジュールの製造。O、H や対戦車攻撃ヘリア -1S の T53 エンジン、輸送ヘリ CH-47 の T55 エンジンの製造組み立て、オーバーホールも手掛ける。使用工場は兵庫県明石市にある明石工場。 兵庫県神戸市にある、精神工場。赤石工場精神工場エアバス社、A320 ネオ用、エンジン、PW1100GJM の開発、生産に参画。文字通り、航空機エンジンタービンに関連したものを、製造している。現在研究開発中のものもある。航空機エンジン鑑定用エンジン発電用タービン。ありがとうございます。